どうもこんにちは。ナミさん、お疲れ様です。ちょっとだけ喉の調子治ってきましたね。今日はですね、龍角散喉みを舐めております。あの、結婚観についての動画の方ありがとうございました。様々な考え方があると思いますが、自分の考え方以外に触れるっていうのは、とても学びになり、ものすごく楽しいことだなと思ってます。もちろんね、様々な考え方がある中で、自分はこうだよ。 っていう風なものがあったりとか確かにそういうのもあるよねっていう風に自分の考え方が変化していくことこういうのもありだと思うんですよで結婚観についてちょっとねしつこいようですけども NEXT の動画の方を今回撮っていこうと思うんですけどもね結婚観に限らずかもしれませんけども一つの考え方が出来上がるまでに様々な要素がその考え方に影響を及ぼすと思うんですよ、まあ、すごく単純に言ってですね前回は、まあ、いつも 彼女がいた人生いつも彼氏がいる人生の先にはいつか結婚するかもねっていう風な考え方がねどん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 身近になってくると思うんですよねでもお付き合いをした人がほとんどいないとかねそれからもう5年10年異性との関わりを持っていないってなると結婚っていうのが非現実的に思えてしまうかもしれませんそういう風なことを前お話したと思うんですけども今回はねじゃあ経済的な背景はどうかなってことですよね でお金がたくさんあると余裕が生まれてきて様々な経験やそして違った考え方に触れてみるっていうふうなチャレンジもできると思うんですよでその中でね自分とは違った人と一緒に暮らしたらどうなるだろうかとかねこの人の5年後とか10年後とか30年後を見てみたいなっていうふうな興味も出てくるのかもしれませんでも経済的な余裕がなかったりすると自分が生きていくだけで精一杯 自分が食べていくだけで精一杯いっていうことになって人との付き合いにお金や時間を使うっていう余裕が生まれなくなるんですよね。まあそうなってくるとどっかねランチで後輩の女の子におおったりとかってもなかなかできないと思いますしディナーでね知り合ったばかりの人と、まあ、ちょっとねお酒を飲みに行くワインを飲みに行くデートをするみたいなこともなかなか考えられないと思うんですよ。まあ、そういうふういいふななことがないとがつまりは 異性とのレジャーを通じて恋愛に発展して結婚というプロセスが書けないもんですからなかなか一足飛びにねあじゃあ結婚しようかっていうふうなのは相手がいないとできないことですし相手のどういうもないとできないですもんねじゃああまりにも経済的な格差が違いすぎる人と一緒に時間をね楽しく過ごすことができるかっていうとこれまたねお金がたくさんある人とお金があんまりない人との 価値観とか思考の違いいが噛み合わないと、これまた悲劇を生むんですよ、ね、うんまあそう考えていくとやっぱりだんだんこう似た者同士とは言いませんけどもね、うん、結婚っていうのは自分の足りないところを持っている人に惹かれるところもあってそれがうまいことにはブレンデされていくと思うんですよまあですんでこうなんですかね近似値ってやつですか、うん、この範囲内だったらお互いに選び合えるよねっていうふうな近似値で まあ寄り添っていくのかなとあんまりにも違いすぎるとダメだしで同じところばかりでもダメだし少し異なったところがあってだいたい近似値だよねっていうようなねニアイコールの関係がまあ、結婚に至るためのまあ、一つのポイントになってくるのかなと思いますこれは結婚じゃなくてもね恋愛でもそうだと思いますし人間関係でもそうですよね 実際これ結婚間がちょっと離れてねビジネスのことになってみると結局継続して発信している人としか私も繋がってないんですよねだから今ね吉谷さんとか奈美さんとかっていうのをこうやってね見てみるとそれから小野崎さんもそうですけども継続して発信しているからこそ繋がり合っているんじゃないかなと思うんですよじゃあ発信をやめちゃった人とかそれから今ね5年10年と付き合いがない人っているわけですけども やっぱり違いますよね、うん、出たり出てきたり引っ込んだりみたいなことがあるのかもしれませんしね、うん、やっぱこれも近似値なのかなと思いますということで今回は恋愛とということでお届けしましまたちょっとね使い慣れない言葉で私もお言葉がこう思ったりしましたけども近似値ですねはいじゃあお疲れ様です